今日は2039年9月25日、ダニューブ方面と通信断絶してから、すでに1週間が過ぎました。今のダニューブは完全に総務に覆われています。アイギス総本部から派遣されたドライバーたちは、ダニューブの奪還を試みています。ダニューブに一体何があったのか、早急戦線は失敗したのか、アイギスは何を隠蔽しているのか、一体何なのか。あなたは全てが終わりました。このままお兄ちゃんと一緒に。待って、対象者が目を覚ましました。対象者の記憶、少々お待ちください。この声は対象者の、少々お待ちください。合成音声大使読み込んでいます。待て、記憶エラーが発生し、ここの町が襲撃されたのか。ナビゲーター、人の声だ。生存者がいる。どうやら記憶がか、この部分、ちょっと時間がない。戦場にルル、よし。あなたが青色のし、そしてスカディ、それと自分のドライバーを信じる。中断さてもせ、今一人の、なるほど、つまりしかしそれは実践、わかりました。そう、基本だが、行くよ、全部ルルルに任せて。ナビゲー、どうやらあれだけ大きな衝撃を受けたからね。でもさすが、前のようにやればいいよな。現在リリスは防御型ドライバーだ。よし、これで現在の攻撃はリリスにし、火力が、よす、ナビゲーター、ちゃんと私のことを守ってちょうだい。なるほど。すべ、おそらく、ちゃ、火力攻撃。よし、これで待っ、もう、
現在がまた近づいてきよった。今回なもすなし防衛さしたそれしつ1私行動の順番を変えたいのな。私の順番をスカディちゃんの前にすんそれさこじゃナビゲーターちゃん行きましょ。もうすぐだ。敵はよくでも残っ遅延遅延なさすふむふむなるほど。じゃあ叩いてみ叩くナビゲーター死に根性でのこん仕方ない。俺戻るといい。確かに戻それはなもしこのまま戻ナビゲーターならわかった。それ頼む。まったくどこまでも学習しない人ね、ナビゲーター。でも、今はユリウスの GPS も当てにならないし。ナビゲーターちゃんも、よりによってこんな時に、時代遅れなドラマの主人公みたいになっちゃったし。普通に記憶喪失と言ってもいいんだが。多分なんだが、ユリウスの居場所はわかる。本当？世界のことを忘れても一人のことだけは覚えてるって感じ？スカディ、君たちのエネルギーが切れたらどうなるんだ？どうなるって、そりゃ元の姿に戻るよ。元の姿？私たちも人間。生まれつき巨人ってわけじゃないわよ、ナビゲーター。フローラ！こんな形で助けに来るなどずるいではないか！気をつけ。攻撃範囲。なるほど、防御措置、俺。
強い。悔しいぞ。諦めないで。まずは君なら。みんなの配置と順番は調整したのに、攻撃範囲。でも勝つための方法を思いついた。これで大丈夫なはずだ。エネルギーがもうすぐ切れてしまう。ダニューブのために。ダニューブのために。まあいいんじゃん。私はステファニー。もちろん。対象者の少々お待ちください。どうやら私たちが会えるよ。ナビゲーターとしての気。これからあなた。でもあなた、地下庇護の盾があなたを守るように。気をつけよ。ここはあなたの受信。他の弾よくチェックしてね。人間が。いや、そうとも言い切れない。ナビゲーターよ、しかと見たか。これがわらわの新たなる必殺技、名付けて。のぞきまさん、この間はちゃんと食事をして。ナビゲーターよ、しかと見たか。これわらわに比べれば取るに足らぬものばかりよの。ナビゲーターよ、しかと見たか。これがわらわの新たなる必殺技、名付けてダークソニックシャドーブレイクって。ほら笑うな。我が魔眼が熱くうずいておる。来るか定めが。